ある夏の始まりの日、森に住んでいる小人のポルポルちゃんと森の王者ライオンさんが丘の上にピクニックにやってきました。でも残念、雨が降ってきてしまいました。ああ、しょんぼりだよ。せっかくのピクニックだったのに。仕方ないさ、ポルポル。こういう日もあるさ。でも代わりに、きっといいことがあるよ。ん？いいことって？それは、見てのお楽しみさ。ことなんかあるのかな。あっちもこっちも水たまりだし、これじゃ遊べないよ。カエルさんなら大喜びだろうけど。はっはっは。でもきっとポルポルが喜ぶものだよ。ほら、雨が上がってきた。いいこと、あっただろう？はっはっは。素敵なピクニックになって、よかったね、ポルポルちゃん。